はい、ようこそバッティング教室。今日はですね、前回これやったやんか、これサープさん4、5とかタイミングとかいろいろやって、変化球とか打ったやんか。その中でちょっと力が入る入らないって話があったわけよ。まあさっきの分と一緒やけど、ここあ、いいよ、普通に持って打つところここで、両手ここで、押された分に対してどうやったら力が入るかっていう問題なんやけど、これ脇を締めろって言われた人多いと思う今まで。脇を、そう、脇を締めて打てって、結構もう少年野球とかの指導者とか多いね、締めて打てって言うと結構多いここね。そう、もうこうした時点では脇を締めるっていう勘違いをしてるわけよ。俺のバッティング論で言うと、脇を締めて、ここ、打つ、あれ、カメラこっちの方がよくない？はい、ここでボールが当たります。そう、脇を締めるっていうのが、これって脇空いてる感じするやんか、けど、俺の中では締まってんねん。でのも、ここが閉まってるから、肘が、そう、脇を締めて打てって言われて締めようとする選手ってここにつけてこう、そう、こう打つから、めっちゃ窮屈だよこれ。でも窮屈に打ちなさい、脇を締めなさいっていう指導者が多いよ今っていうか、過去、特に俺も少年野球しとった時とか、中高でも言われた、脇締めろって。だからこうなる人もおんねんね。こうと、そう、脇開いてるやん、けど俺の中でこれこっちに入ってるから閉まってんねん。めっちゃこっち側はもうぴったり肘までお腹についてる。で、漬けさんが今なんでできるかって、これやってるからなんで。またそれ、そう、これやったやんか、またそれが来ます、これやったやんか、はい、やったやんか、来た、これ来た、はい、はい、これってしか閉まってるのよ、ほら、こっちは閉まってないよ、あんまりこっち関係ない、こっちが、アコーが、何しようが、バットを押す力って関係ない、あんまり関係ないわけ。あ、脇締めてこう押すのか、脇広げてこう押すのかって、そう、あんまり関係ないわけよ。確かに、なんだろう、なんか壁作ってこう押すのも、こう押すのも変わらん、そう、変わらんのよ、力の入りよう的には変わらん。で、力を伝える、ボールに伝えようと思うと重要なの、後ろの手なのね、で、これが、そうついとったら、これって押されるわけよ、全然。これが、へその前に肘がついとったら、こうやって勝てるわけよ。マジで、本当に、別に、こっちで力んでるとかないよ、本当に。だから、壁とかさ、大きいものを押すときに、こうやって押さへんよ、極端に。ああ、どっちかというと、こうやって押すか。そう、こうやって押すやんか。お相撲さんとかも、あれ、取られたら終わりなんやけど、こうやって押してんの。ああ、はいはいはい。出て、こっち、締まる方が強いから。そうだね、こうやってトレーニングしてるの見たことあるわ。あれって閉まってるから押されへんわけよ。はい、バッティングも同じ。あ、じゃあ内側を通るようにギュッと、そうへその前に後ろの肘が来るって感じで、これが勝手にできるのがやっぱこれ、またシャープさんに繋がるわけですね、はい、これができたら勝手にできてる。でも理論も言っちゃうと、間違える人が多い、こう締めたりする人が多いから、あんま言わなかっただけで、これが自然体にできるのがこれってだけ。そうか、脇を締めるっていうよりかは後ろ側の肘を体の一番近くを通すって感じだね。こう出してくれって感じ。だから強制しようと思う選手、いればあれだけど、これだけでは正面バットも持ってないし分からんって人は、これを逆手に持ってスイングする。そう、ゆっくり振ってみて。はい、出てるから、肘。だって、無理だもん。そう開けよう、こうやって開けたらなんかこの辺に違和感がすごくあるから、そう自然に振ろうと思ったら、そうで、しかもバット落としたら楽やから、そう こうなる、本当にこうなる。そうこれがバット持ってボールこう、ティーとかで打つ強制練習。ああ、脇開いちゃってるようになってたらってことね。ちょっとここが締まりを悪いなって感じしたら、俺もこれすぐする。はい、こういう感じでね。そうが、軽く、どんだけ軽く当てたとしても、
負けへんから飛んでいくよっていう、まあ、弾き返せる、そう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 、ここで負けへんと飛ばせる。だからこれやった時って勝手になってるから、うん、ちっちゃい力でバーンって飛んでいく。そう、そこを踏まえた、脇を締めるじゃないね、締めてはないわけ。本当にだからこっちだったら右肘を内側を通す。そうそうそう、だから右肘をボールにぶつけていく感じでも全然大丈夫。ああ、そう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 、え、わ、極端な話こういう感じでね。オッケー、じゃあちょっと打ってみましょう。よし、今の意識しながら、はい、多分当てるだけで全然大丈夫な、あんまりパワーはパワーオフで、うん、100キロでいくよ。160でもいいよ。130までしかない、惜しい。ウェイ、遅っ。あの、あっちが速い。そうね。あ、これシャープさんのこと忘れてる。もう落とすだけ、バット落とすだけ。そうそうそう。おお、だいぶ狂ってきたね。これとはプラスアルファでちょっとやったら打てるよっていう裏技みたいなのをちょっとね、最初準備運動的なやつなんです。ああ、はい、バットをこう、最初はこう V、 こういう V の仕方、ずっとこれ、ずっと剣道、メンメンって剣道、それ、はい、そうです、そうです、そうそうそう、 V 変えてくると V、はい、で次はこう 8の字、8の字というか無限の方、そうそうそう、もう訳分からんよ、もう手首をこう柔軟にここで回してくれたり、で次反対、そうそうそう、これを一緒、一緒は無理、そう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 、いいよいいよ、いい8の字、いい8の字、それより反対の方がいいな、でもな、うん、そっちの方がいい。これなんか、え、これなんか、あるある、どっち、違う、え、もうこっちがいいなっていうのは、なんか、あ、左だったらこっちとか、右だったらこっちとか、打つのがこうだった。あ、じゃあ、右だったら逆ね、逆のほうがいい。でも逆も反対押せなあかんねんね。あ、そうね、あの、ここの柔軟も鍛えれるから。あ、手首の、そうそうそう、の準備体操ぐらいでも取っていい。で、できるだけこう、自分の打つ方を上から、そうそうそう、その8の字の方がいいな、ここ、そう、ここ、はい、以上、はい、え、あとこれしとこう、そうそう、今アウトコース出すのかな、うん、そうそうそう、これでいいね、はい、カーブとストレートの話は、え、もう多分大丈夫、大丈夫なの、これで前回スランプが起きてカーブとストレートの、それも強制されてるはずや、マジか。じゃあ打てるようにお願いします。それはこっち側の問題だな。俺も出てこっ、カメラは大丈夫だろう。ちょ、必殺仕事に歌っといて、おいよ、そっち。あれ、いいよ、ちょっと低いか、怖い、怖い、いいね、いいよ、顔があっち向いてる、ボールです、ボールとバットとベースが一直線まで、そう、どうしたスランプ、そう、どうしたスランプ、え、もう抜けた、それ、鉄さん、鉄さん、いいよ、顔があっち向いて多いでしょ、
よ、まだそっちの方がいい。いいよ、いいよ、いいよ。ほら、さっきは全然当たらなくてよ。なんでだ。レジェンドベースボールなんですよ。で、カーブ打ち合ってたんやけど、そのこの流れに合わせてバットを入れ込んでたっていうのが大きかった。で、次ここ来て、前回の動画は全くほぼ打たれない。っていうのは、全部こう、このスイングをストレートでやっとったから。カーブ用のスイングをストレートで使ってたってことね。そうそうそう。けど、自分はやってるつもりやった。やってるつもりだった。すっげえ。から、今やったのは強制。え、八の字でこっちがいいねって、こっちってカーブの軌道じゃないわけ。ストレートだっけ。そうそうそう。っていうか、シャープ1、シャープ2とかでもやったけど、こうやって落とすだけってやった分と一緒なわけ。この V と八の字って、あ、ヘッドの重さを使ったまあ遊びっていうか準備運動。そうそうそう。だからほんまに強制させたって。じゃあ強制できたと思う。できた。ベッツさんだった。一発でびっくりしたよ。ベッツ途中の連打ね。あ、すごいな。コアコーラから1年分ぐらい2020年から飲みます。ほんまに大事なのはもうなんかこの落とすっていう、ヘッドを使った落とすっていうこのイメージと、まあ、これよね。しつこいなって言いたいけどそれなんだよ。そうそう。だって俺今でもやってるもん。もう完全にこれマスターしたいなって思ったらこれ、この前前言ってた、知ってたんですか、逆手で言ったら、それ打つ、これをこう逆手で打つと、ほんまのボールで打ってしまう。ただ、これ危険なのが、手首をちょっとやってしまう可能性がある。まあ、できてなかったらやめといた方がいいね。そう、し、やるんやったら、まあこう、こう、こういう、こういうバッティング練習あるよ。これで逆手で、そう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 、これを、やるぐらい、これぐらいの力でやるんやったら、全然慣れてきたら、これがこのマシンとかでもできる。へぇ、それをちょっと俺が実践しようかなと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、俺これ右手言わしたらさ、モンハンできなくなっちゃう。ねえ、お前ゲームで検証になったくせに。そうやで、狩りに出すぎてて親指検証になった。一応100キロでやるか。はい、100キロで。そうで、普通に構えたらこうだけど、手をこう入れ替えると逆手で、これで普通にバッティングを。ガッと飛ばせーゴリラ。うおうおう。 iPhone iPhone 11。はい、痛くないのマジで。ああ、もう慣れた。ああで、これまあこう打球はどうでもいいよ、正味こうやって打って、そのここは出るっていう意識と、まあヘッドが変えるっていう。え、こんなにカッコつけてバッティングセンター来るの打ててる、これ逆転なので、今こうやって振ってるやん。こうやって振ってるやん。これ、このスイングをこれを持ち替えても一緒のようにする。完全にこっちの方が力が乗ってるな。そうそうそう、これだけやから。軌道自体は一緒、こう逆手で持って振るバッティングのスイング軌道と、こう普通に持ってやる軌道、バットの軌道は一緒。負けない、とりあえずボールには。
はい、一緒です。はい、ということで、まあ、あんまりしない方がいい、こういうバッティングセンターで、まあ、80キロ、100キロ遅いかもしれんけど、逆手で打つってのはあんまおすすめしない。手首やる可能性あるから、これはこれでね。そうできるだけこうトスバッティング、ティーバッティングで、まあイメージこれぐらいのスピードでいいから、こう出てくる、ここ脇が締まるっていうイメージだけ持ってスイングで、その軌道で振って普通に手に持っても同じでやると、まあパワーも打ってもやっぱ全然違うから、全然打ちやすいと感じると思います。これはちょっと甘噛みしましたね。はい、疲れた。体力的問題です。ただいま、終わりあんま変わらなかったやろ。変わらなかった。スイングの軌道は打球は違うかもしれないけど、打球は完全にちゃんと持ってただけの方が、ね、あのパワーがある。なんていうか、はい、ではみんなもやってみてください。